切れない刃物は刃物じゃない刃物は切れてこそですこれ私が釣った魚をさばく時に使っているナイフですこの2つのナイフはときたま研ぎ直していつでもスパッと切れるようにメンテナンスしてますまあ研ぎ直すのは半年に1回ぐらいですけどねそんなにしょっちゅう研ぐ必要はありませんそれでこの刃物の切れ味を調べるのは簡単ですここ新聞紙ありますよねこの新聞紙をまな板の上にまずこう置いて刃物を軽くこう当て,て そしてこのまま軽く引いてみます切れる刃物ですとこのように簡単に新聞紙が切れていますそれでは次はこれ100均の果物ナイフです結構ほら切れそうな格好してますよねでもねこれあまり切れないんですよちょっとやってみましょうほら ほら、ほら、切れてない。傷はついてるかなまあ、100均のナイフだからこんなもんですね。でもね、これもね、研ぎ直せば切れるようになりますよ。今回はこのナイフを研ぎ直してみましょう。刃物の研ぎ直しをするときには、このような砥石を使います。これは私が使っている砥石です。こちらの2つは石でできた砥石です。こちらは、刃こぼれした刃物などを直すときに使う目の粗い砥石です。あまり使うことはありません。 こちらは使っているうちに切れ味が悪くなった刃物を研ぎ直すときに使う目の細かい砥石です研ぎ直しに使うのは主にこちらの砥石だけですこちらは金属ベースの砥石です表面にダイヤモンドの粉が塗り付けられていますこの金属ベースの砥石は表と裏で目の粗さが異なっています目の粗い方の砥石は刃こぼれした刃などを直すときに使います 目の細かい方の砥石は切れ味が悪くなった刃物を研ぎ直す時に使います今回はこちらの金属ベースの砥石でこの目の細かい方の面で研いでいきましょう金属ベースの砥石でも刃物を研ぐ時には水をかけながら使いますこのように適当な器に水を用意しておきましょう刃物の研ぐ面を砥石の面に。 ぴったりと押し当てます。この時に刃物を押し当てる角度が寝すぎていると、このように切っ先と砥石の間に隙間ができてしまいます。逆にこのように置きすぎているのもいけません。研ぐ面全体が砥石の面にぴったりとついているような角度で保持します。それでは実際に研いでみましょう。研ぐ時にはまず砥石に水をかけてから研ぎ始めます。 砥石に刃物の研ぐ面をぴったりと押し付けたら、この方向に軽く押し付けながら滑らすようにして研いでいきます。刃物を戻すときには押し付ける力をかけないようにします。これをテンポよく繰り返します。5、6回繰り返したら研ぎ加減を確認します。こんな感じで片側が研ぎ終えました。反対面を研ぐときには刃物の左右を持ち替えて、このように研いでいきます。研ぐ時の要領は同じです。 これで両面研げました。それではまたこの新聞紙でこの研ぎ直しした刃物を試し切りしてみましょうさあどうかなほら切れてる切れてるこのように100均の刃物でも研ぎ直しすればスパッと切れるようになりますよ